はい、それではホローナイト実況続きプレイしていきます。前回からグリーンパスっていうね、この緑の多い生命力あふれるステージを冒険してて、このモスウィングクロークっていうね、新しい移動スキルなんかも手に入れたりしてました。で、前回ちょっと編集して気づいたんですけど、ホーネットっていうね、女の子のボスを倒した後に出てきた神様っぽいやつの顔がね、3人出てきてましたけど、初めてクイレルさんと会ったストーンエッグかなっていうところにあった顔とね、同じでしたよね目が1つ、あれ ?4 つ6つだっけな、うん、なんかそんな感じの、それに気づかずに。で、前回はこの看板何だったっけっていうところで終わってましたので、ちょっとそのまま進みたいと思います。なんだこの空気の塊みたいな、なんだろう、あれオース、あれこれもしかしてフォグキャニオン、はあ、フォグってのは霧かな、なんだ動き、なんかボコボコボコンってずっと言ってる、これ強い弱い、なんだ普通に進んでていいのかな、全然違うところ行っちゃってる、うーって、いた、いて、つえあれなんかの怒りを買ってる、これなんだ、そこに何かいるのか、何このマガマガしい、あーしかも跳ね返って死んじゃった、死んじゃったじゃなくて落ちちゃった、うわなんだ、あのでっかいの倒すとなんか飛んでくる、どっからともなく、ここってなんだ、水の中みたいな音がずっとする、あなるほど、中身がこう追跡っていうか飛んできてるんだな、そうかそうか、気をつけよう、なんかすごい不思議なところだなこれ、音がめちゃめちゃ反響してる、それね、わかった、しかもダメージ2、絶対避けなきゃいけない、あこんなところからマップアップデート、あフォグキャニオンが向こうにありますってことで、フォグキャニオンか、まあ霧の谷っていうか、キャニオンって峡谷になるのかな、確かそうだったような気も、あれ自分の影にやられてる、勘弁して、ここを探索すべきかどうかっていう、うわー、しかも仲間までやっちゃうのか、あのミサイル、クラゲミサイル、その後すぐ避けないと、うわ爆発、範囲広、べえやつじゃん。あ、いてててて。やばいやばいやば。ちょ、待って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 。とりあえず、適当に進んでみる。あー、スタック。駅がある、駅が。よっ。うわーお、わーわーわ。しかも連鎖する、あれ。なるほど。やべえやつだよ。怖っ。すべてを傷つける。そんな。悲しみを背負ったクラゲ、適当なこと言ってるけど、あれどっか飛んでった、とりあえずスタックに合うか、よっ、危ない、かなり広いからな、あの爆発の範囲、よっ、あーしかもかなり追尾してくる、もうかなりかなりばっかり言っちゃうけどかなりやりて、あれはたくさんどっかで出てきたらめちゃくちゃ困るぞ、ん?あれ?スタックとはまた別の何かがあるぞ、こっち、なんだそのマークは、ちょっと待って、まずは駅を開通させよう、あれ?ちょっと変わった駅だ、クイーンズステーション、女王の駅、クイレルさんもいる、ちょっと待ってよ、そんなすごいところなのか、なんかあるし、
まずちょっとクイレルさんをちょっと無視して、どうなってんだこれ。あれ、しかもベルを鳴らす場所がない。あ、こっかな。いや違うな。仕方ねえ、クイレルさんに話を聞くか。仕方ねえってのはよくわかんないけど、向こうから行かないとダメそうだぞ。話してみよう。うん、これすごくないかって、もやがかかったね、霧がかったところを降りていった後にこんな大きなスタックステーション、まあその駅ですね、大きな駅があるなんて想像もしなかった、思いもしなかったよ。うん、そうだね、確かに。ハローネストの虫たちは本当にすごい量がいたに違いないな。そのこんなにものすごい壮大な建物が、なんていうか、この自然の中にあるんだからっていうことを言ってます。うん。で、その危険な生き物たちはまだここにたどり着いてないみたいだな。そのやっぱここが綺麗なままだからですね。だからここはちょっとした短い休憩を取るには完璧な場所だって言ってます。クイレルさんいつも休憩の場所の話してんな。あれ？で結局スタックは、ベル鳴らすところがこの中にあるってことなのかな。あっちから回らないといけない感じか。いつもはあのベル鳴らすところがあるんですけどね。それかこの下からこうグイッといける、上に飛ぶようなスキルがまたどっかで手に入るとかかな。これこっち出ると、あとあれだよな、あーベンチか、あと思ったらあるじゃん、スッとある、ここにあった。はいはい、払います、払います。もうお金使いたくて仕方ないんです。はい。あ、でもそうだな、ちょっとさ、あれあれ、あそこに帰りたいんだ。あー、お前が何個かそのスタックの駅を開いてくれたんだろうって、またこの王国をね、また旅することができる機会をもらえて本当に嬉しいよって話してくれてます。うん。あー、またそのいろんなとこに訪れるたびに、その自分のね失われてた記憶ってのがもう蘇ってくるような感じがするっていう風に話してくれてます。なるほどね。じゃあこのザ・ラスト・スタックさんの記憶を探すお手伝いにもなってんのかな。うん、お前がこの駅をね開き続けて開通させ続けてくれれば、お前はなんていうか、私の本当に一番感謝の気持ちを渡すよって感じのことを言ってます。うん、なるほどね。うん、このクイーンズステーション、女王の駅がまた開通してすごく嬉しいってことを言ってて、まあこの場所はかつてそのすごくなんていうかな、賑やかなその旅行の場所だったみたいな感じですかね。だからこの土地を訪れるその旅行者にとってすごくいいところだったんだよっていうことを話してくれてます。まあお前はこの場所を見つけた、うん、まあいい探検者だなってことを言ってるのかな。ちょっと旅させてもらっていいかな。あれ、これあれ、これ乗るんじゃなかったっけ、ここに乗れる。そう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 。あ、これを鳴らす、あ、ここで乗るのか。ごめんごめん、説明聞いてなかったわ、スタックさんの。ちゃんと話してくれてた。そこにプラットフォームに乗れっていうね、直接乗るんじゃなかった、一回乗ったけど忘れてたわ完全に。ダートマウスに帰って、なんかお店とか開いてないのかな。地図ショップとか、ああとあれだな、ちょっと忘れてたけど、シティクレストっていうアイテムがね、これ右手にはまるんじゃないかなっていう話もしてたよな。ちょっと待ってよ、あれー、帰ってきてるゾートさんが。あー、なんかどうして影の中をうろうろ
歩いてるんだっていうかコソコソしてるんだっていう話をしてるのかな。そうだ、お前の目はお前を騙せない。私はゾート・ザ・マイティ、偉大なる騎士である。私を前にして震え上がるがいいみたいな、震えるがいいみたいなことを言ってます。はん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 。あ、お前がこの小さい薄汚い村で隠れてる間に、私はこの下にあるその暗い穴の中をね冒険して、すごい獣を倒してきたんだっていう話をしてて、まあそのすごい獣はもうめちゃくちゃ鋭い舌を持ってて、すごい残虐なこうやり方をするやつだったんだよっていうことを話してます。ゾートさんの自信は一体どこから来るのかよくわからないけれども。そうそうだと思う。全ての栄光は私にある。ででもその私はそのなんていうかな、お前のこうすり寄ってくる感じっていうか、そのために割くような時間はない。私は休憩しなきゃいけないし、休まなきゃいけないし、次のね冒険があるから、その準備をしなくてはならないっていう話をしてます。ゾートさんもいつも休もうっていう話してる。誰これ、ゾートさん知ってるけど君のことは知らない。カセドグエティソ、ペイルスイングっていうのはまあ真っ白なものとか青白いっていうか白いものってことなんで、僕のことを言ってると思うんですけど、まあお前は簡単にそのネイル武器を背負ってるなってことで、まあもしお前が逃走っていうか戦闘を求めてるんだったら、探し求めてるんだったら、この腐った穴の中には偉大な兵士っていうかすごいウォーリアーはいないってことがわかるだろうなって。でこのティソっていう人はこの下のどこかにアリーナ闘技場が存在するっていうことを聞いたみたいですね。でそれはまあ俺たちが求めてるようなものだなってことで、そこでまあ俺と会って、そのお前が持ってる、まあ、戦いの技術とかを試してみようじゃないかっていう話をしてくれてます。だから俺はもうすぐしたらここを降りていくぜって、でまあそこにやってきて私を見つけてみろっていうことを、あもしまあ戦いたいんだったら私を見つけてみろっていう話をしてますね。 OK 分かった、どっかでアリーナ見つけるわ。ダートマウスなんか10人増えてんな。なんかここにはめるんじゃないのか？あれ？違った？全然違った。で、なんだっけ？そうそう、地図ショップにね、なんか新しいもんあるかなと思って。ゾートさんとかが見つかって、なんかしてんのかなと思ったけど。いや。バーフナーのモブディス。なんかある？あ、待って待って、なんか喋ってるな。あ、私は、そのコニファーが、ここで手に入れた、まあ、ここで稼いだね、ジオ、お金を何に使うかはよくわからないけれど、まあきっと彼は喜ぶでしょうねっていう話をしてます。ってことは何もないのか。OK、わかりました。まあコニファーとイセルダさんはどうですかね、夫婦関係うまくいってんのかな。だからここを探索し直すっていう手もなきにしもあらずではありますよね。なぜならフォグキャニオン、あ結構怖そうな場所だったんで、この移動術があればちょっと違っ、あそうかそうか、ここから、あ王の道っていうエリアだったんだな、あっち側に戻るっていう可能性もあるけど、まあ、やっぱちょっとフォグキャニオン探索しますか。なんか一番進めそうなところだし。久しぶりのダートマウス。クイーンズステーションに戻ってきたのはいいんだけど、そうそう、だからコニファーの旦那を探さなきゃ、あクイレルさんもうどっか行ってる、探さなきゃ地図がな手に入んないんだよな。だからまずはそこを見つけたいってのが、いやーここまた違うところじゃん。ファンガルウェイスツ、なんか廃棄場みたいなところか。うわわわわ、ゴミ捨て場じゃないけどそれっぽい意味なのかも。
ちょっと落ち着いたらまた意味調べます。さらば、あれ、あ、こっち側なのか、その変なマーク。よっ、グリーンパスからずっと追ってきたマークが右手の方にあるっぽいです。いやー、生態系独特すぎ。倒すの結構大変だし、ちょっとスルーしていいかこれ。よっ、あれ普通のやつもいる、ちょっと安心するな。おい、あー、しまった、いてててて。上に攻撃する方法が欲しいな。あ、これはグリーンパスでいたようなやつ。よっ、こっちか。あれと思ったらスタックの看板に変わっちゃった。もうどんどん違うところ行き始めて。誰か倒れてる。うわ、爆発すんのか。しかも爆発はメモリー2個持ってかれるぞ。気をつけろ。範囲も広いし。こいつはなんだ、急に雑魚。いや、全然あのフォグキャニオンのなんか感じもまだ消化しきれてないのに、こんなまた新しいところに来ちゃって。ぐいぐい進んでみるか。とりあえずコニファーの旦那が見つかったステージから優先的に探索していこうかな。うわー、こいつ攻撃パターン結構大変だ。あ、いててて、強い。多分こう切って転がってきた時は普通に倒して、よっ、いいぞ。お、ナイス。今の回避は悪くなかった。死ぬ時の声は全然可愛くない。おーって言って死んでる。しかも雑魚扱い厳しいな。そうでもないか。ちっちゃいやつもいる。このキノコエリアはめちゃくちゃなんていうか湿度高そう。すんごいジメジメしてそう。いやー、キノコって結構独特な匂いもするし、黄色いモヤがさ、こうかかってるっていうか、モヤがすごいからすんごい胞子吸ってそうですよね、この子。とよっ、あれ落ちてた。ちょっと待って、それはないわ。倒させてもらおう。ちゃんとゾウ目は刺すぞ。敬意を持って戦っていこう。うん、あれこいつ全然強くねえな。なんてことだ。よし、抜けてきたぞ。ここなんか、うん、お、開いた。これを開けるためだけにやってきたのか。ああ、そうだそうだ。どうしても地図があるように思ってしまうけれど。コニファーさんいる？あれ？なんか全然違うとこ来ちゃった。なんか怪しい。だよね。これ左手のやつも動くんじゃない？あえ！なにこれ？ちょっと、とどまる、そこに。なるほど。おお、ちょっと、そう、ロックだな。ヘッドバンキングで対応。どうしよう。ああ、そこそこそこ。そこにしばらくあるってのは沼地じゃないけど。よしよし、いいぞ、分かってきた。面白い敵だけどタフそうだな。しかも頭はガードしてる。よっ、まあ一匹になったらもう何も怖いものはないな。というか、ベンジフルスピリット打つか。よっ、切って切って切って、ほっほっ、あ、この時ダメージなし。はい、さらば。でかいキノコだ。ちょっと食べたい気もする、この肉厚な感じ。あ、これもしかしてチャームか。チャームノッチ。てかチャーム全然切り替えてないな。チャーム切り替えていくか。あー、枠1個空いてるし。あ、ノッチって穴のことか。穴が1個増えた。なるほど。これだったら、ソン・オブ・アゴニーとかだったら装備できるぞ。このシェルはちょっと無理そうだけど、まあソウルキャッチャー諦めれば装備できるかな。そうか。
せっかくだからあのトゲのやつ装備してみるかな。ベンチないと無理だけど。